六全協と同時に開催された日本共産党33周年記念式典日本共産党第六回全国協議会は1955年7月27から29日に行われた日本共産党がそれまでの中国革命に影響を受けた農村から都市を包囲する式の武装闘争方針の放棄を決議した会議である六全協と略して呼ばれることも多い この6全協で北京にいた徳田九一書記長が2年前の1953年に死亡していたことが発表され、第一書記に野坂33書記局員に今野四次郎、志田茂雄、宮本賢治を選任した。共産党はこれまでの山村工作隊など武装闘争路線に完全に終止符を打った。志賀義を宮本賢治ら旧国際派は、 この会議をもって主導権を奪還するが旧所管派についていた野坂を第一初期、1958年に議長に据えることで統一を印象づけた。六前協は、後の議会闘争を通じて幅広い国民の支持を得られる、党へと作り変える一つの契機となったが、この時点では農村から都市を包囲するという、 それまでの中国革命方式の武装闘争方針を放棄したのであって、暴力革命路線全般を完全に放棄したわけではない。事実、六全教の中では、武装闘争を本格的に開始するきっかけとなった五十一年考量について、新しい考量が採用されてから後に起こったいろいろの出来事と、党の経験は考量に示されているすべての規定が完全に 正しいことを実際に証明している我が党の基本方針は依然として新しい綱領に基づいて日本民族の独立と平和を愛する民主日本を実現するために全ての国民を団結させて戦うことであるなどとして評価され引き続き綱領として堅持されている。新指導部のもとで新しい綱領と明確な路線を確定するまでにはあと数年を要した。 この協議会で当初の農村から都市部を包囲という中国共産党型の暴力革命路線を放棄した日本共産党の当時の国会議員、地方議員の大部分は暴力路線を支持して暴力活動に参加した徳田派だったのにもかかわらず暴力路線で日本国内でテロをしていたのを党の一部だとして責任を 特田九一にのみ押し付けたことは無責任だと批判されている。山村工作隊などの活動に参加していた学生党員は突然の路線転換に衝撃を受け党を去った者も,も少なくない。あるいは失意のうちに自殺した党員もいる。また、日本共産党が戦後から再開した武装闘争路線を信奉する求心的な学生党員は新指導部への不信。 不満を募らせ、後の共産主義者同盟結成など震災欲や過激腹の誕生へと向かう種が、この6全境によって巻かれた。そのため、武装革命に賛同して、戦後に日本で暴力行為を扇動参加していた多数の日本共産党の党員はその後の震災欲誕生の責任を負うべきだ、と元党員からも批判されている。その後、 第7回大会を準備する過程で、六全協自身が不正規の会議の流れを継いでいることが確認され、六回大会選出の中央委員会と六全協選出の役員との合同での拡大会議が開かれ、50年問題に関しての総括もそこで行われた。柴田章の芥川賞を受賞した小説、されど我らが日々は六全教決定以後の左翼学生たちの敗北感を 描いている。ありがとうございます。